ここから先、基本がまだおぼつかない方は、図の通りのジャンジャカジャカジャカで、少し冒険ができる余裕のある方は、リズムにアドリブを持たせるようにしていってください。では、1行目をゆっくり通しで弾いてみましょう。4カウントで入ります。1, 2, 3, 4, 5. コードチェックです。 E7 は6弦から引き下ろします。 Am は5弦、簡易型の F は4弦から引き下ろし、 G は6弦、最初に2行目のお手本を聞いてください。ではご一緒にどうぞ。ゆっくり4カウントで入ります。1、2、3、4。3行目、4行目は1行目、2行目と同じコード進行です。3行目だけ先に練習しましょう。今度はこちらも少しアドリブ気味にストロークします。ゆっくり4カウントで入ります。1、2、3。続いて4行目を練習しましょう。最後の E7 は次につながる関係上、ジャンの弾き下ろしだけでいいでしょう。こんな感じです。ではゆっくり4カウントで入ります。1、2、3、4。行が変わりました。先ほど最後の E7 ジャンを受けたところで Am、G、C でとつないでいきます。このあたりはたくさんのコードチェンジを素早く強いられる一番の難所です。同時に演奏者にとっては一番の聞かせどころでもあります。では冬が来る前にの部分のコードチェックです。Am は5弦から、G6 弦から弾き下ろし、C は5弦、Dm は4弦、E7 6弦、Am は5弦から。この部分はジャカジャカのストロークではなく、ジャンジャンの弾き下ろしでつないでいきます。一つ大きく弾いた後、軽くアクセントとして添えるように弾きます。まず見本を聞いてください。ではご一緒にどうぞ。ゆっくり4カウントで入ります。1、2、3、4。
そして次の行、もう一度あの人と、この部分と先ほどの終わりのつなぎ部分が演奏者にとっては聞かせどころです。お手本を聞いてください。冬が来る前に、来る前にの2のところで Am を引き下ろしたら、左手を離して次の瞬間弦を引き上げ、すぐ C につなぎます。1行目最後にカッコ付きの G とあります。実はこの G こそが今回の課題曲最大の大技です。先ほどは Am から左手を離して C と移っていきましたが、その間瞬間的に G コードを放り込んでやれば演奏がさらに際立ちます。ではアップでご覧ください。では冬が来る前にもう一度のところまでご一緒に。つなぎの G は抑えませんが、自信のある方はぜひ挑戦なさってください。ゆっくり4カウントで入ります。このあたりうまくいかない方は動画を何度も見直していただき、タイミングを飲み込んで、あとは反復練習あるのみです。では2行目、もう一度あの人との部分、コードチェックをしておきましょう。 C は5弦、 G 6弦、 C へ戻って Dm 4弦、E7 6弦から引き下ろし、 Am は5弦。では先にお手本を聞いてください。ではご一緒にどうぞ。ゆっくり4カウントで入ります。1, 2, 3, 4. では最後、巡り合いたいの部分、コードチェック。 F は4弦から、 E7 6弦、Am 5弦。では見本を聞いてください。 1, 2, 3. ではご一緒にどうぞ。ゆっくり4カウントで入ります。 1, 2, 3, 4. オリジナルではこの後画面の3行がもう一度繰り返されます。この後感想は、巡り合いたいの部分、最後に弾いた Am の長さを3回分さらにつなぎます。具体的には、これをあと3回繰り返します。そして Dm7、 G を軽く引き下ろしたら、再び Am の刻みで2番に続きます。